近藤平三郎聖火、壁の全面が生小壁になっている。明治初期、設計、施行。静岡県松崎町所在。三田演説館、生小壁を使った和洋折衷の館。1875年5月1日春光。慶応義塾大学三田キャンパス内にあり、出雲街道場の津山にある倉、壁面を構成する格子状になっている壁が生小壁。 なお、ここまでの三つの画像はたまたま格子状の生子壁、ばかりであるが、他にも幾何学模様の様々なデザインがある。生子壁の結構、石川県金沢城内。生子壁、生子壁、生子壁,生子壁とは、土蔵などに用いられる、日本伝統の壁塗りの様式の一つで、その壁を模さす。ナマ生子、生子ともいう。壁面に平瓦を並べて貼り、 河原の目地に漆喰をかまぼこ形に盛り付けて塗る工法によるもので、目地の盛り上がった形が生子に似ていることからその名がある。辞典、辞典の類は、生子壁を見出し後、生子壁を別表記とするものがほとんどであるが、例外的に逆もある。しかし、生子壁という表記は見られない。また、建築用語集や建築業者の情報では、生子壁を見出し後、 ナマコ壁を別表記とし、ナマコ壁に言及しないものや、ナマコ壁を見出しを、ナマコ壁を別表記とし、ナマコ壁に触れないもの、ナマコ壁を見出しを、ナマコ壁を別表記とするもの等々、まちまちで統一見解のある様子は全く見られない。他方、言語や建築を専門としない、地方自治体や観光協会などといった分野で用いられる表記は、 ナマコ壁が多い。また、辞典、辞典の類では略称として、ナマコナマコを記載するものある。静岡県松崎町与ダ亭のナマコ壁ナマコが、もしてあるナマコ壁は、江戸時代以降に、庶民の家の屋根拭きに瓦が利用されるようになるのと、同時期に出現した。潮風や台風などの自然災害に強く、土壁や板壁よりも耐火性に優れることから、 全国的に普及した。広報としては、平瓦を水平に並べて貼っていく。芋針が最も古いが、平瓦を斜めに貼る。市販針が最も普及した広報となっている。他に、芋針の端を重ねて貼る、馬乗り針や、大南型、吉光型、七宝型などの技巧を凝らした貼り方もある。合唱の蔵では、生子壁とともに、 エブリと呼ばれる漆喰細工が施されることが多く、世主の財力や漆喰職人の腕前を表すステータスシンボルとなっている。ありがとうございます。